こんにちは、ふいこです。今回はですね、楽天証券への NISA 口座の乗り換え手順、そして SBI 証券への NISA 口座の乗り換え手順について解説をしていきます。私は年収350万円、貯金40万円のところから資産1000万円を達成した方法について、この節約オタクふいこという YouTube チャンネルで発信をしているものです。最近出した書籍、貯金はこれで作れますもよろしくお願いします。担当編集者さんの貯蓄率が 10% 上がった本です。概要欄にリンクを載せておきます。2024年も各証券会社さんたちが優良な投資信託を打ち出してきたり、クレカ積立でのポイント付与率の変更であったり、クレカ積立金額上限の引き上げなど様々なサービスを打ち出してきました。この背景にあるのは、証券会社さんたちは2024年から始まった新NISAを機に新たな顧客の獲得のために競争しているということがあります。そんな中、NISA 口座を他の証券会社に乗り換えたいと思っている方多くいると思うんですね。NISA 口座の乗り換えスケジュールはこちらです。2025年の NISA から証券口座を乗り換えたい場合ですね、2024年10月1日、つまり今日から手続きの受付がスタートします。ということで今回はこのような動画を出しているということですね。この動画を最後まで見ればこんなことがわかります。楽天証券の乗り換え方法、そして SBI 証券の乗り換え方法、この2つですね、NISA 口座の乗り換え方法について解説をしていきます。今回の目次がこちらです。まず最初に NISA 口座を変更すべきなのか、乗り換えすべきなのかについて、次に楽天証券の NISA 乗り換えが完全ウェブ化しましたという内容ですね。その次に楽天証券へ NISA 口座を乗り換える方法の手順の解説、最後に SBI 証券へ NISA 口座を乗り換える方法の手順の解説となっています。今回もこの目次の通りにですね、概要欄の方にタイムスタンプを貼ってありますので、自分が気になるところまで飛ばしていただいてご活用ください。まず最初に NISA 口座を変更すべきなのかどうかについてです。今回は NISA 口座の移管手続きについて解説をしていくんですけれども、私がこういった動画を出すとですね、特に今まで検討していなかったけど、NISA 口座って自分も見直して変更した方がいいのかなっていう風に不安になるという方もいらっしゃると思うんですよね。個人的には、これから言う場合ね、SBI 証券や楽天証券への移管をお勧めしています。というのはですね、手数料の高い傾向にある対面取引がメインの証券会社で現在 NISA をやっている人、あるいは銀行で NISA をやっている人ですね。こんな方には、私は SBI 証券や楽天証券への乗り換えを強くおすすめします。理由としては、先ほど言ったような証券会社や銀行で NISA をやっていると、損をする可能性も出てくると考えているからです。その理由としてはですね、対面型の銀行とか証券会社で NISA を行う場合、デメリットがあるんですね。それというのが、デメリット1つ目、人件費の分、手数料が高い傾向にあるということ。そして2つ目、手数料が高い投資信託しか取り扱いがない、そんな可能性が高いということ。そして3つ目、金融商品の営業を受けることもあるということですね。こういったデメリットが考えられます。その分損をする可能性も高くなるんじゃないかなということで、乗り換えをお勧めしているということですね。逆に言うと先ほど言ったような証券会社や銀行に当てはまらないという方はですね、わざわざ手間をかけて NISA 口座の移管をしなくてもいいんじゃないかなとは思います。もちろん場合によるんですけどね。例えばなんですけれども、最近クレカ積立のポイント還元とか、いろんな投資信託の保有によってポイントがもらえるみたいな、そういうお得面だけで証券会社を選ぶような、まあそんな流れがちょっとあるかなとは思うんですけれども、まあお得なのはいいんですけれども、それよりもですね、根本的に大事なところというのがですね、いい証券会社を選ぶということ。で、いい証券会社というのは、具体的にはですね、例えばコストの低い有料な投資信託を取り扱っているかどうか、そして購入時手数料はちゃんと低いかどうか、銘柄や投資信託の取扱数が豊富にあるかとか、検索機能は便利かどうか、使いやすいユーザーインターフェースになっているかどうか、こういったところが大事かなと思います。こういった観点で証券会社を選ぶ方がより本質的なんじゃないかなということですね。SBI 証券と楽天証券であれば、先ほど言ったような観点は満たしている非常にいい証券会社です。ですので、私はよく SBI か楽天証券かで悩んでいる方はですね、ぶっちゃけどっちでもいいですよと言ってるんですね。好みの問題かなと思います。どちらも感覚的には90点以上の証券会社かなと思います。そんな中で、大まかには SBI か楽天かで言うとですね、楽天経済圏をよく使うという方は楽天証券券の方がおすすめですし、三井住友カードを使うという方はですね、SBI 証券の方がおすすめです。例えばなんですけれども、楽天経済圏を使い倒しているのに、SBI 証券に NISA 口座を持っているという方ですね、これを機に楽天証券に乗り換えた方が楽天証券の分のポイントももらえますので、お得になるでしょう。楽天銀行との連携もありますので、非常に楽にもなります。そして逆に三井住友カードをよく使っているのに、楽天証券を使っているという方であれば、SBI 証券に NISA 口座を乗り換えた方がいいかもしれません。その方がですね、クレカ積立のポイント還元がついたりとか、銀行との連携も楽だったりします。ちなみにこちらの動画では、ネット証券4社の積立金額ごとにもらえるポイントを比較していますので、気になった方は概要欄のリンクから見てみてください。次に楽天証券の NISA 乗り換えが完全 Web 化したということなんですけれども、2024年9月18日に発表されたプレスリリースによると、他社口座から楽天証券への NISA の乗り換え手続きが簡単になりましたよということで、楽天証券さんはですね、こんな感じで打ち出してるんですね。これ簡単になったというのは具体的にどういうことなのかというと、NISA の口座変更は従来はこんな感じの手順だったんですね。まず1番目、NISA 口座変更前の金融機関でのお手続きということで、手続きの後に2番目、楽天証券へ NISA 口座申し込み書類の請求ということで、ここで郵送で書類を送ってもらう、請求をするということですね。で、届いたら書類に記入をして、3番目ですね、楽天証券に必要書類の送付をします。これも郵送ですね。そして4番目、金融機関の変更が完了ということで、紙での書類でのやり取り、そして郵送でのやり取りということですので、その郵送の部分、時間がかかってしまっていたということなんですけれども、これはですね、2024年10月1日、つまり本日以降はですね、この3ステップになるわけなんですね。間に先ほどあった2、3が2にギュッと短縮されている。プラスですね、この郵送でのやり取りがなくなって、楽天証券のホームページのみで口座申し込みが完結するということになります。書類請求と郵送が不要になりますので、この送付の時間ですね、郵送の時間っていうのが結構今までかかっていたのがですね、短縮されるようになります。この変更は現状楽天証券のみですので、他の SBI 証券などでは今まで通り書類での郵送での手続きが必要になってきますので、特に楽天証券が便利になったよ、簡単になったよということですね。まあ、ただ個人的な予想としてはですね、楽天証券がこういうことをやると、SBI 証券も後追いでですね、同じことをやっていくと思うんですね。ですので近いうちに SBI 証券でも Web のみで手続きができるようになるんじゃないかなと、個人的に予想はしてるんですけれども、現状はまだされていないということです。ということで、ここからは具体的な乗り換え方法について画面付きで解説をしていきます。で、まず最初に他の証券会社から楽天証券へ NISA 口座を乗り換える方法について解説をします。で、その後にですね、他の証券会社から SBI 証券に乗り換える方法について解説をしていきます。SBI 証券に乗り換えたい人はですね、概要欄のタイムスタンプから飛んで見ていただけると便利だと思います。で、まずはですね、楽天証券へ NISA 口座を乗り換える方法なんですけれども、まず最初に1番目、移管元の金融機関で廃止通知書の請求をする必要があります。そして2番目に楽天証券で NISA 口座を申し込みという手順ですね。この1、2の順番で解説をしていきます。では最初に廃止通知書の請求方法なんですけれども、この請求はですね、変更前の金融機関で停止手続きを行う必要があります。例えばなんですけれども、SBI 証券から楽天証券へ乗り換えたいということ。今回ですね、2024年5月頃からクレカ積立のポイント還元率が SBI 証券の場合は解約されましたので、それを受けて楽天証券に乗り換えたいという方いらっしゃると思います。そういう方はですね、まずは SBI 証券で作業する必要があるよということですね。で、SBI 証券の停止手続きのための URL 概要欄に貼ってあります。こんな感じの画像のページに飛びますので、こちらから請求をすることができますので、こちらに飛んでください。でですね、この手続きが完了し、郵送で廃止通知書を受け取れば、楽天証券での NISA 口座申し込みをスタートできますということですね。こちらが手順1つ目です。そして2つ目の手順ですね。楽天証券で NISA 口座を申し込みしましょうということなんですけれども、先ほど乗り換え前の金融機関で廃止通知書を受け取りました。その後はですね、楽天証券に相互口座を持っていない場合と、相互口座を持っている場合で若干手順が異なりますので、持ってっていない場合の後に持っている場合の解説をしていきます。ここでですね、総合講座自分が持っているかどうかよくわからない、そもそも総合講座ってなんだっけという方もいらっしゃると思いますので、少しだけ解説をします。要はですね、過去楽天証券で口座開設をして解約していないのであれば、楽天証券に総合口座を持っているということです。そうでない方は総合口座を持っていないということですね。口座の図解がこちらです。証券口座を作り、NISAやiDeCoを申し込むと、総合口座という大枠の中に特定口座、一般口座やNISA口座などの枠が用意されます。ちょっとこちらの図には書いてないんですけれども、iDeCo口座もこの総合口座の枠の中に作られるというイメージですね。NISAしかやっていないという方はあまり意識されてないとは思うんですけれども、NISA口座やiDeCo口座ではない特定口座というところで投資を行うこともできます。今回はですね、1人1口座までしか持つことのできないNISA口座を他社証券会社から楽天証券へ移動するための方法というのを解説しているということですね。ということで、まず最初に楽天証券に総合口座を持っていない場合なんですけれども、こちらの楽天証券のホームページから口座解説をタップしてください。この画像で言うと下の方にある赤いボタンの部分ですね。楽天証券の公式サイトへのリンクは概要欄に貼ってあります。で、そうすると最初にメール登録があって、その後本人確認などの入力がありますので進めていってください。そうすると途中にですね、NISA口座の解説の画面が出てくるんですね。NISA口座を開設しますかの部分は解説する。そして解説する場合は以下を選択してくださいの部分は他社から乗り換え、再解説を選択してください。次に移管元の証券会社に請求した廃止通知書元に入力していきます。この入力についてはですね、廃止通知書に書いてある内容を元に楽天証券の画面に入力していくという手順になっています。まず最初に提出年月日と廃止した年のNISA利用を廃止通知書の通りに入力してください。画面左が楽天証券の画面ですね。そして廃止通知書の該当部分を赤枠で囲ってあります。赤枠の部分の通りに楽天証券の画面で入力をしていってください。次は整理番号ですね。14桁の半角数字の内容を入力していくんですけれども、廃止通知書の該当部分は赤枠の部分になっていますので、この赤枠の部分の数字の通りに楽天証券の画面で入力をしていってください。次は廃止通知を発行した金融機関を楽天証券の画面に入力していきます。これも廃止通知書の該当部分、この赤枠の部分ですので、この通りの内容を楽天証券の画面に入力をしてください。次に廃止通知の氏名が一致しているかを確認してください。廃止通知書の該当部分は赤色ですね。この赤色の部分が楽天証券の登録と一致しているかどうかを確認してください。ここまで入力して間違いがないことを確認して送信すれば一通りの作業は完了です。お疲れ様でした。実際にはこの後審査が通れば楽天証券からお知らせ欄等でNISA口座開設完了の連絡があるはずです。次が楽天証券に総合口座を持っている場合ですね。持っている場合は楽天証券トップページからログインをしてください。そしてNISA申し込みの画面から他社から乗り換え、再解説をタップしてください。次に移管元の証券会社に請求した廃止通知書を元に入力していきます。まずは提出年月日と廃止した年のNISA利用をこの廃止通知書の赤枠の部分に書いてある通りの内容を楽天証券の画面で入力していきます。そして次が整理番号ですね。14桁の半角数字の内容なんですけれども、これは廃止通知書の該当部分、この赤枠の部分です。この通りの数字を楽天証券の画面で入力していってください。次が廃止通知を発行した金融機関についての入力です。廃止通知書の該当部分は赤枠の部分ですね。この内容を楽天証券の画面に入力していってください。次が廃止通知の氏名が一致しているかの確認ですね。廃止通知書の該当部分はこの赤枠の部分です。この氏名と楽天証券の登録の氏名が一致しているかどうかの確認ですね。ここまで入力して間違いがないことを確認して送信すれば一通りの作業は完了です。お疲れ様でした。実際にはこの後審査が通れば楽天証券のお知らせ欄等でNISA口座開設完了の連絡があるはずです。次が SBI 証券へNISA口座を乗り換える方法です。まず最初に変更前の金融機関で停止手続きを行って廃止通知書を受け取ります。例えばなんですけれども、楽天証券から SBI 証券へ乗り換えたいのであれば、まずは楽天証券で作業をする必要があるということですね。手順は大きく分けて2つあります。1つ目が移管元の金融機関で廃止通知書の請求をする。そして2つ目が SBI 証券でNISA口座を申し込む。この2つですね。順番に解説をしていきます。まず最初に廃止通知書の請求なんですけれども、ここではですね、例として楽天証券から SBI 証券に乗り換えたい場合について解説をしていきます。まず最初にこちらの画面で楽天証券にログインをしてください。そうするとこんな画面になりますので、左上のメニューをタップしてください。そうするとこんな感じでメニューが開きますので、NISA をタップしてください。こんな画面になりますので、メニューバーの点々点の部分をタップしてください。そうすると資産推移、配当、分配金、NISA 口座申し込みと出てきます。NISA 口座申し込みをタップしてください。次のページの下の方にスクロールをすると、こんな感じの画面が出てきます。NISA 口座各種手続きの金融機関変更手続き、楽天証券矢印、他社という部分ですね。こちらの右側に他の金融機関へ NISA 口座を移すという部分がありますので、この部分をタップして申し込みします。これでですね、廃止通知書を請求できたということになりますので、楽天証券によると、請求後1週間程度後に当社から発送いたしますとのことですので、1週間後くらいに手元に廃止通知書が届くということですね。これで楽天証券、つまり移管元の金融機関での作業は完了です。次は移管先の SBI 証券で NISA 口座を申し込みます。ということで SBI 証券で NISA 口座を申し込みをしていきたいんですけれども、この廃止通知書を受け取った後はですね、SBI 証券に総合口座を持っていない場合と総合口座を持っている場合で若干作業が異なります。まず最初に総合口座を持っていない場合について解説していきます。SBI 証券の総合口座を持っていない場合、SBI 証券の公式サイトから口座開設を開始してください。SBI 証券の公式サイトのリンクは概要欄に貼ってあります。口座開設の途中でこんな画面になるんですね。NISA の選択という部分なんですけれども、NISA に申し込む括弧無料という部分と他社から乗り換えるという部分を選択して手続きを進めてください。そうすると書類が届きますので、届いた書類に記入して SBI 証券に返送します。この後無事審査が通れば SBI 証券の重要なお知らせ欄等で NISA 口座開設完了の連絡があるはずです。で、さらっと解説してしまったんですけれども、SBI 証券の口座開設の手順をですね、一個一個画面で解説した動画も出しています。こんな感じの動画出していますので、もっと詳細に知りたいという方はですね、概要欄にこの動画のリンク貼っておきますので、確認してみてください。次が SBI 証券に総合口座を持っている場合ですね。総合口座すでに持っている場合は、まず最初にこちらの画面から SBI 証券にログインしていきます。そして、右上の漢字の3のような部分ですね。こちらをタップしてください。そうするとこんな感じの画面になりますので、ちょっと下の方にある NISA の解説の部分をタップしてください。そうすると NISA 口座開設を申し込みという画面になります。この画面のですね、今赤枠で示している部分ですね、金融機関変更の手続きをタップして書類請求を申し込んでください。請求すると書類が届きますので、届いた書類に記入して SBI 証券に必要書類を返送します。作業はここまでです。お疲れ様でした。書類を返送し、無事審査が通れば SBI 証券の重要なお知らせ欄等で NISA 口座開設完了の連絡があるはずです。ということで、今回はですね、楽天証券への NISA 口座移管の手続き、そして SBI 証券への NISA 口座移管の手続きの内容について解説をしてきました。こちら本日2024年10月1日から手続きを開始できますので、2025年からの NISA について NISA 口座を変えたいという方はですね、できるだけ早く手続きを始めた方がいいと思います。今回の動画は以上です。参考になった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。